関全元宮尾、あるいは、欧永8年頃から影響を4年8月1日は、室町時代の農作者、猿学士、通称は十郎、署名は元継友、法意名は吉春、世阿弥の長男とされ、弟に猿学談義を表した元吉がいる。猿学を洗練し、能を大成した祖父、関阿弥、父、世阿弥に続く関全座の三代目として、生を受ける。 ゼアミは前に、老いにあたるサブロー元茂を養子にしていたらしく、幼少期の元宮美はこの義兄とともに、父の指導の下将来の後継者候補として、芸を磨いていたと思われる。欧鋭25年、ゼアミは、次女、風刺家電の一部である、家電第七別宿電を元次に送電している。この元次は他に記録に名が見えないため、 元宮美の前名とするのが一般的であるが、元宮美の兄とする説、世阿弥の弟である四郎とする説、恩阿弥の共演者として、記録に名の見える、関瀬五郎と同一人物視する説もある。欧永二十九年頃、関瀬大部の座を父から譲られたとされるおよび、影響元年に、幸福寺の滝木猿学に参勤、象徴元年第五次清滝宮の祭礼猿学、 影響元年の室町御所笠掛馬場での猿楽、影響四年の将軍御所での老などへの出演が知られている。なお、影響元年の滝木猿楽では、工場川尾、同年の笠掛馬場では、音網と共に、遠野峰様立て合い猿楽で、一の谷先人を待っている。元宮尾は世網に劣らぬ名人であったが、そのキャリアは実力に見合う、華々しいものではなかった。 というのも、世阿弥節から独立した活動を見せていた音阿弥が、将軍、足利義則の寵愛を一心に受けていたためである。音阿弥を偏愛する義則によって、影響元元にすでに決まっていた、戦闘御所での演奏を中止させられるなど、世阿弥、元宮美は露骨な圧迫を受けることとなる。元宮美はその状況下でも志を失わずに、 活動を続けたとみられ、山と吉野の天が大部在天社に奉納した、上面が現存している。しかし苦境から脱することができず、その才能を十分に発揮できないまま、30歳代で、巡業先の伊勢アノーツで急死した。死因については、前日の天が社、また伊勢は共に当時南朝の勢力が強かった地で、あったことから、晩年の彼が南朝側に近かったとし、 その結果政治的対立に巻き込まれて暗殺されたと、する説もある。いわゆる、上島家文書では、芝兵衛三郎によって暗殺されたとしている。若年ながら、世阿弥をして、こながらも類なき達人、祖父にも超えたる堪能と絶賛され、道の秘伝、奥義ことごとく印し伝えつる、道の奥義を極め尽くす最良の後継者であった。 残された作品からも非凡な才能を持っていたことが伺えるだけに三十代半ばという森の極みに死去したことが惜しまれ彼が長命であったならその後の脳はより多様な展開を迎えただろうとさえ言われている。数子があり、後に関税重労大部を名乗って猿学士として活躍した。その子も猿学役者であったらしいがこの元宮美の孫をもって ゼアミの男形直径は耐えたらしい。猿楽談義には、元宮美作の、隅田川の演出をめぐって、父と意見の対立があったことが記されている。この作品のクライマックスでは、子を失った母の前に一瞬その亡霊が現れるが、元宮美が実際に小型を舞台に上げてその亡霊を演じさせることを主張したのに対し、ゼアミは小型を出さない演出を提案した。元宮美は、 父の演出をエスマジキと強く否定している。また、江戸時代成立の四座役者目録は、元宮美の孔で、と記し、また、世阿弥の孔では、と、元宮美は、父との不和から感動されて、関東に落ち飛び、一方の世阿弥は、女性のコンパル全区を長愛し、実証か論じたあまりに、佐渡へル罪となったという伝承を紹介している。この伝承の内容自体には、 真実性がないが、いずれにせよ、墨田川のエピソードも含め、不死には共に結出した農学師として一種の緊張関係があったことが伺える。一方で、ゼアミが時代の関税大部として彼に強く期待していたことは間違いない。事実、ゼアミの風刺家伝に次ぐ農学論、家教は関税座の後継者である元宮美のために書かれているほか、 贈与先の書かれていない多くの伝書も多く元宮美に託されたものと考えられている。また元宮美もそれに応え、晩年には特報すなわち悟りの境地にまで至っていたという。しかし元宮美は結局要請し、世阿ミは元宮美の死を悼んで夢跡一死を書いた。七十を超えて後継者を失ったことは世阿弥にとっては致命的痛恨時であり、その死の翌年、 失意のうちにゼアミは、佐渡に流罪となる。元宮美の脳は、祖父、カンガアミのドラマ性と、父、ゼアミの有限を合わせ持つ優美な作風で、さらに元宮美独自の神秘が加わって、その異彩を示しており、ゼアミの共同幻想的な救いを否定して、実存哲学的な不安にまで達しているとする声も、ある。以下の作品が、元宮美作と考えられる。他、友もが、 これ森、常森なども元宮美作の可能性が高いと考えられている。落ちかんまたは、落ちかん座とは、元宮美の子、重郎大部を初代とし、室町時代中期から戦国時代にかけて活動した、かん座の分派。大和を根拠地とし、特に三世、重郎大部が、落ちしの庇護の下で活動したため、後世この名で呼ばれている。音との系府が、 以後、関税大部を継承していく中、関税座内において、半独立したグループとして活動した。四座役者目録などは、この落ち関与の初代を、元宮美としている。しかし、元宮美が不遇の中で、地方巡業に活路を見出したのは事実であったが、それが独立したグループ、落ち関与となったのは、元宮美の死後のことであり、落ち関税発与、関税重労大部は、元宮美ではなく、 同盟の息子であると現在では考えられている。この元宮美の維持、関瀬重郎は、文安4年6月24日に、東大寺八万宮の社前で、玄福祝賀の脳を演じたことが記録に残っており、元宮美聖居寺は5歳にもならぬ幼児だったらしい。そのため元宮美の死後、世阿弥直系の座は一度破滅を見ていたが、この重郎大部の成長に従い、 元宮美の弟元吉とその息子、三郎、また、関瀬座に近い有力な、猿学士であった十二屋などの講演を受け、不祖ゆかりの山との地を根拠に活動したと考えられている。十郎については、高昇元年幸福時代上院で、音網と共に、滝木猿学に出演、鑑賞六年、足利義政が南東を訪れるにあたっての四座立愛能では、 関税方の一員として、鶴次郎を演じ、文明11年には幸福寺中院で演奏と、いずれも奈良での活動が記録に残っている。またこうした関税座の一員としての活動にとどまらず、文明9年3月には、大見くだら教授で、関神能を興行し、干渉5年、文明13年にも、地方興行を行うなど、系を中心とした音網の座に対し、独自の活動を見せている。 また当時の文献に、十郎を指して、僧侶の藤若、関世大部という文言が見え、大和猿楽の伝統的な講演者である、幸福寺が、この十郎を関世家の着流とみなしていたこと、また十郎も、祖父、世阿弥の妖名たる、当尺を襲名していたことがわかる。またいくつかの妖曲を作っていたらしい。十郎が、文明十五年二月、五十代で世を去ったことで、一時、 落ち関ん座は崩壊するが、14年後の名王6年には、その子が、滝技能に出演している。この二代目についてはこれ以外の記録が残っていないが、彼の代で元宮美の決闘は与えたとみられる。その没後、六世、関ん大部、元広が、次男に、落ち関ん聖を再興させた。この三代目重労大部は、落ち氏の庇護を受け、落ち大部と呼ばれた。後に、 元宮美系の座を、お誓いをと称したのは、これに由来するらしい。この三世、十郎大部は、駿河に下校して、今川氏に保護されて、駿河十郎大部とも呼ばれる。この時、徳川家康の脳の死となり、元宮美以来伝えられてきた、風刺家伝、猿楽談義などの世阿弥伝書を家康に献上した。また、彼を通じて、早期にもこれらの伝書は渡った。 ほどなくして、オチ関与は消滅したものの、関税座が徳川家に近づくきっかけを作り、世阿弥の著作を後世に伝えるなど、歴史上重要な役割を果たしたと言えよう。ありがとうございます。